高速的な相撲も多いんですけれども、今日は玉鷲が叩き込みで鏡を破って3勝6敗、明日は照ノ富士、敗れた鏡王は2勝7敗自己最高位、明日はアムール戦が組まれました。青い山に佐田の富士、小柄な行司木村慶之助が土俵の中央に上がりました。では明日の十両の取組からご紹介しましょう。西浦に雨風から始まります。徳信宝に昇天楼、自然流に玉飛鳥、錦木に天海宝、若の島に阿炎、秋瀬山に朝日城、8勝1敗となった松鳳山は特待生と対戦、7勝2敗御嶽海と新十両正代、好取組若手同士、正代はすでに今日勝ち越しを決めて8勝1敗御嶽海7勝2敗、里山に大将丸、大野将にただ一人9戦9勝の豊響、荒鷲に千代丸、高野岩に上皇流です。幕の内は10日目、十両の藤安馬と北大地の相撲から始まります。朝関流に新入幕大栄翔、生まれ富士に東国来、清浪に琴勇、徳州坊に千代大鳥、時天空に山丸、秀の海に酒風、豊ノ島に千代大龍、勢いに遠藤、8勝1敗勢い明日遠藤戦、過去は3対0勢いリード、アムールに鏡を、阿炎錦逸ノ城から後半の取り組み、明日10日目、佐田の富士に徳勝龍、佐田の海に碧山、吉風に栃ノ心、沖の海に大砂嵐、宝富士に栃王山、玉鷲に照ノ富士、ただ一人現時点で勝ちっぱなしの照ノ富士は玉鷲、過去は照ノ富士の3勝、玉鷲の1勝、魁聖に豪栄道、稀勢の里に琴奨菊、明日7勝1敗現時点の稀勢の里は琴奨菊との対戦、過去稀勢の里25勝琴奨菊30勝、鶴竜に妙義龍、鶴竜に妙義龍、鶴竜7勝妙義龍6勝と過去は拮抗しています。沖海をはたき込みで破っている青山が正面から向かって左側、そして右側には佐渡ノ富士、今場所西の2枚目自己最高位ですが、もちろん横綱大関戦が組まれた中ではありますけれども、まだ黒星がなく8連敗。この両者の幕内の対戦では過去8対0といずれも青山が全て勝っています。佐渡ノ富士に聞きますと、圧力のある青山関にどうしても先手を取られてしまうという話をしています。互いに大きな体、そして突き放しを持ち味としている両力士の対戦です。待ちっぱなしの声は小柄な行司木村慶之助、紫の装束、正面から向かって左側に長身大きな体の青山、そしてその青山に負けないぐらい大きな体の佐渡ノ富士が先に腰を割っていきました。西土俵、先に佐渡ノ富士腰を割って右拳を置きました。後から青山腰を割っていきました。頭のすごい上がりで青山が突き放していきました。右に寄っていきました。黒豚に押した青山の勝ち。この相撲も青山が佐渡ノ富士に勝ちました。青山勝って3勝6敗、敗れた佐渡ノ富士は1勝1敗。頭で当たり合って激しい音がこの放送席にも聞こえてきました。そこから手を伸ばして突き放し、立ち合いで先手をやはり今日も取った青山が見立てていって、正面の右側黒豚下に佐渡ノ富士を持ち出しました。今日の解説はこの青山を佐渡ノ部屋で相撲を重ねています星野田の竹縄さんですが、竹縄さん、はい、素晴らしい相撲でしたね、青山。いやもう満点ですね。満点。今日は普段言われてる、その稽古場で言われてる通りの相撲を取りましたね。あ、どういう部分ですか。もう当たって上半身上げずに、はい、もうどんどん手を出せ、そのままの相撲ですね。まあ、青山も幕の内は東の筆頭ですから、これまで上位との対戦が続いていたんですけれども、はい、今日のような相撲も出ましたし、これから後半明日以降大事になってきますね。でもそうですね、今日 の, 内容良かったので、はい、この先に天気になればと思いますよね。勝った青山が3勝6敗で明日佐田の海で、敗れた佐田の富士が9連敗となって、今日もそうなんですが、まあ、青山戦はどうしてもそういうところがあるという話もあったんですが、横綱大関相手にもやはり立ち合いのスピードが全く違うと、本人はここを磨かなければ通じないことが分かったと言ってましたけどね。そうですね、もう本当に重い腰、やっぱり体重重いだけじゃないですよね。刺して、はい、グッとその残す腰はあるんですけども、まあ、自分から見て
龍と対戦です。今勝った碧山が同じ春日野部屋の栃ノ心に力水をつけて下がりました。栃ノ心が東土俵で尻を切ります。対戦相手佐田の海、その後取り組みが進んでいくと今日は何といっても後ろ3番好成績の稀勢の里、照ノ富士、鶴竜と続けて登場しますので、少し竹縄さんに伺っておこうと思うんですけれども、はい、まずは番付順にですね、1敗で照ノ富士を追いかける鶴竜からなんですが、はい、一人横綱の重圧が思わぬ形で舞い込んできてですね、そうですね、横綱で初めての優勝を目指すこの秋場所なんですよね、はい、もう最初の方は自分から見てても内容はしんどいなっていう内容結構多かったですけど、はい、相撲内容もだんだん良くなってるっていう風に見えますよね。あ、そうですか、はい、徐々にその横綱らしさ、そうですよね、はいはい、もちろん毎日プレッシャーのある中だとは思います。直接対決で照ノ富士相手には過去4対0で勝利の方がいつも負けてないんですね。ですからそこまでこの後ろ差一つで少なくとも一つ差でいけるかどうかですね。そうですね、もうしっかり横綱が大関にちょっともあれですけど、しっかり差を広げないで、はい、行ってほしいなと思いますよね。もちろんそうですね、はい、ただ今日は宝富士戦で過去もちろん横綱が5対1とリードしてるんですけども、宝富士が得意の左をまず突く展開が多いんですよね。いやもう宝富士も左四つになればすごく力強い場面最近増えてきてますので、はい、しっかり左四つに甘んじることなく頭をつけながら前に出る横綱得意の相撲を取ってほしいなと思いますよね。ですから決して簡単な相手ではありません今日の鶴竜です。土俵が時間になりました。また照ノ富士や北の徳についても3勝5敗の大陸三役の栃ノ心、3年ぶりに一時は膝の大けがで幕下の下位まで下がったんですが三役に戻ってきました。横綱大関戦を終えて3勝5敗、今日対戦相手は2勝6敗の佐田の海、まさにこの春日野部屋で勝負している竹縄さんですが、栃ノ心にとってはここからですね、そうです、大山同様大事になってきますね。はい、お大事になってきます。右四つ、もろ差しの得意の佐田の海相手に右の相四つの佐田の新鮮に力が1枚待ったなしの声が立って勝負から向かって左側筋肉質の佐田の新鮮、そして右側に佐田の海と置いて長く右を深めて右を差し込んで、あと一つの佐田の若手が1回通りました。先ほどの佐田の海の道中を佐田の新鮮に引き下ろしていました。佐田の新鮮が強引に込んだ振り上げるように左右を抜かれた佐田の寄り切り、佐田の新の勝ち。栃ノ心が大きな相撲を取りました。栃ノ心が勝って4勝5敗、敗れた佐田の海は2勝7敗となりました。右を重ねてやはり右を一手に栃ノ心勝っていきました。佐田の海の方も踏み込んでいって右を手左前回しで佐田の海が先に両回しをつけましたけれども、栃ノ心が左から抱え上げて引っ張り込むような形で自分の上手を引きました。腕が合いました。佐田の海が攻めを一度止めました。その後なんですけれども、栃ノ心はどうでしょうか、上の中央からです、中央からやや東打ちでしたけれども、はい、上手を待ったところから上手からこう引き上げるように、こう引き引っ込むような感じで釣り上げ気味にこう右に体を開いたというか振っていきましたね。そうですね、この場面しかもう勝てなかったのかなと思いますよね。あ、今ラジオ局の前にテレビモニターがあって、はい、あそこ佐田の海が外掛けを仕掛けたタイミングだったんですね、右から、はい、そこで飛行機を感じましたね。力強く振り上げて
きますので、まあ、まだまだ大谷頑張れるのかなと思いますけど、ね、まあ、高橋の投手の師匠の勝間さんから見ても、そうですね、小結び5場所目ですが、まだ三役で勝ち越しがないのですよね。あ、本当ですね。まあ、なんとか勝ち越しをしてですね。4勝5敗としました。もうすでに横綱大関戦は終わっています。明日は徳島市工場の吉風との対戦、敗れた佐田の海は2勝7敗となって明日は碧山戦です。さあ土俵注目、好調同士、今場所大活躍の両力士が上がってきました。東土俵に吉風5勝3敗そして西土俵に西の関脇妙義龍5勝3敗行くと相手に嫌がって自然と出るよっていうふうに普段から言ってますので、はい、まあ、今日はそれがちょっとできなかった。上手の取り方が少し悪かったですから、引っ張り込んで取りましたね。そうですね、まあ最初立ち合い取れずに肩越しっていうか上の方から回しを取りましたので、それがやっぱり最後まで尾を引いたのか、まあ勝ちは勝ちましたけども、もう勝ちしてるかなと思いますね。まさにそのですね、上手の取り方を反省しながら花道に戻ってきましたね。手でこう動きながら、肩越しになってしまって、もっと下から下からっていう動きをしながら帰ってきました。明日以降、その下からの攻めを見せてもらいたいと思います。土俵ですが、吉風、妙義龍、